さっきここ1-0負ければいいかな。さっきうちアウトは1-0だっけ。いや、同点同点か。んそう、はい、でーす。俺もわさみさんがあのスピードで来たら逃げるもんね。あぶれ、ライディライディ、ワイドがダイヤモンドのワイドがいいよね。まあ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 、組み立てはね。右が張ってたら、ね、左はちょっと内側に行ってほしいなってこともあります。ここ広いからな、うん、この前のこちらのとこぐらいだったらいくらでも絞れるんだけど、これ横が広いから張りすぎちゃうと動かなくなる。危ない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 。岩本くんひょろひょろだよ。すごいっすね、うん、あの足になったことないまで。ない。あ、小学校の頃ぐらい あんな感じだった。全然もう骨太なんだ、ゆきゆちゃん。そうそう、野球やってたんですよ。あ、下半身がずっとしっかりしてる、うん、小学校の頃とかあんなだったもうひょろひょろだ。マジっすか、うん、だってガリガリすぎて親が心配してた。なんか溝落ちのところにかエッボみたいになっちゃってて、なんかたまにいるじゃん。ガリガリだったやつほどなんか大人になった時になんかダタイに増してる。えい、ごめんなさい。兄貴と俺が全然骨格違うんですよ。兄貴本当にあんな感じ。じゃあと、ああひょろひょろな。じゃあ兄貴が置いていかなかった分、リュウちゃんがもらったんじゃない。余ってた分。でもそのサッカー始めたのも兄貴の影響なのに、結局、うん、続けてるの全部俺の方なんだ。兄ちゃん何やってんの今。兄貴は今普通にあポケモンカードの会社やってる。へー、すごいじゃん。あのクリーチャーズっていうあの有名なところ。任天堂とクリーチャーズとどこだったら、もう一つポケモンなんとかみたいなところ、うん、だけしか関係持ってないんですよ、うん、ポケモンの、うんうん、だからそこの3、3つの会社でガッポガッポに儲けてる。カードなんてドル箱だもん、ね、そうなんですよ。今でもだってね、もうむしろなんかあれやつブランド品じゃないですか。何万円とかも。だってさ、ポケモン GO まだすげえやってるから、ね、俺今昨日始めましたよ。まだ始めたろ。なんか職場の人がみんなやってて、そう、電車の中でさ、めっちゃこの 2、3台でやってるやつ。電車の中って電車のスピードじゃないですか、うん、駅着いた瞬間に、へえ、おー、うまい、おーい。でも俺の父親もめっちゃやってる。あとさ、これもいるけどさ、自転車でさ、2、3台持ってさ、都内いるとすげえ多いんだ。今日もだから職場の先輩、都内行くってますよ。ルディア捕まえに行くんだ。めっちゃハマってんじゃん。面白い。今ハロウィンコラボやってるんで。ああ、渋谷行ってない。渋谷行ってない。渋谷あれもニュースでなんか封鎖されてますね、うん。なんかさ、逆にあんな封鎖なんかしないでさ、逆になんか考えちゃえばいいのね、イベント。逆に、うん、制限できるような。そうそう、家結構住んでるんですか。だって人があんだけ来んだからさ、ビジネスチャンスじゃん。でも昔はフィッティングルームとかあったらしいっすよ。うーん、それ用の
でもなんかあれじゃないですか、もう明らかに祭りみたいな。もう制御できないからかな、危ないからでしょ。もう完全封鎖でさ、チケット制にしてさ、あフェスみたいに、うん、で警備人数制限して、でも普通にあの普通に駅使いたいとかそうです、公共使えない仕事とか分かんねえんだよな、あのハロウィンのあの感じとか、うん、いやもちろん、まあ、パーティーとか好きだったら楽しいし、うん、あんなに盛り上がるものとはねっていう。まだ取ってない、入ってないね。でもあれか、前半で、うん、えい、うえー、逃げてろ、まだいけるよ、2点まだ2点ある、2点空だけ。頑張るの、いやーボールの取られ方が良くないやっぱあれなんでしょうね、ディフェンスなんでしょうね、うん、サイドバックっていう不足な、面白い、あぶち込んだ、サンゼロはきついな、サンゼロまさみさんの21歳の時からやってるんですよ、うん、まさみさんの21歳が想像できないんですよ、確かに、キレキレだっためっちゃ走ったんだろうな、うん、長友ぐらい走った体は強いからね、まさみさん生きてた50ぐらいなの、僕らの動きだよ、スーパー、スーパーおじさん、スーパーおじいちゃん、でも昔なんかさ、30超えたらもうみんなやらなかったからね、サッカーで、僕らの、僕の勝ってんだよーボールロストしたら行ってんだよ、頑張る、頑張る、ああ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 、終わったよ、あ、来た、来た、あ、歌えずに終わる、あー